あれ、うん、なんでお風呂にいるの？メイクがちょっとおかしいわね。出るわよ。ドアが開かない。開かない？マジ？誰か誰か、ダメだわ。に入ってもらいました。すごく明るいわ。何なの？じゃあこれから5つ問題を出します。なぞなぞです。急に問題が始まったわ。その5つの問題全てを解かないとこのお風呂から脱出することはできません。すごく明るい言ってくるわ。いいですか？よくないよくないよくない。出たいですか？いや、ちょっと出たいですよ。はいはい、じゃあ、はい、じゃあ、ですね、はい、じゃあ、なぞなぞ5つ答えてください。答えることができれば出してもらえるの？出します。分かったわ、仕方ないわ。もう流れ的にするしかないよね。じゃあ、いきますよ。第1問。畳の上で野球ができるって聞いたけど、広さは何畳でしょうか？考えるのよ。草、下にさ、地面はさ、野球するとき地面さ、普通の土とか草とかあるやん、生えとやん。それがカーペットに見える。なぞなぞよ、これは。何を言っているの？なぞなぞです。何畳でしょうって聞かれてるのよ。できるわけがないんですよ。できるわけがない？普通はね、できるわけがないんです。だからなぞなぞなんですね。0畳から順番に考えていきましょう。違う、0畳。なぜ0畳なの？できないから0畳。あれ、はい、たけるちゃんどっから来たの？たけるちゃん乱入です。たけるちゃん、ここは密室よ。どうやって入ってきたの？鍵。鍵開けたのか。鍵持ってる。まあいいです、あなたも閉じ込めましょう。なんてこの、まだあるから。鍵、それはなんだ。あ、出ていた。鍵開けて出ていた。自由ね。はい、答えてください。1畳、2畳、そうだ、3畳、5畳、あ、4畳、5畳、そうだ。分かった人から答えてくれよ。順番に数えてくれ。ヒントだ。ふざけるなよ。ロボママは分かっているはずだ。クジャク。あなた分かっただろう、今ので。もう一度ちょっと問題を教えてくれないか。畳の上で球場、あ、畳の上で野球ができるって聞いたけど、広さは何畳かな？え、今完全に言いましたよね。もう完全に答え言いましたよ、ね、それが答えとは限らないよ。球場。ピンポンピンポーン。野球場だろ。あ、それと畳の球場をかけてるんだ。ちょ、たけるちゃんが映らないんで画角を変えます。はい。これ全員映ろう。じゃあいきますよ、第2問。ちょっと小学生と幼稚園児には難しいんで、もうロボママは視力で答えてください。いきます、はい。お年寄りに、やーとフランクに声をかける乗り物ってなんだ？まあ、フランクとか別に関係ないんだけど、そう、気さくに声をかける乗り物ってなんだ？トーマスとか。トーマスか。ブー。車。ブー。トーマスの方が欲しかった。トーマスの筆者。お年寄りに、いやとフランクに声をかける乗り物ってなんだ？吹きや。
乗り物だぞ。お年寄りがキーワードだ。わたるくん、お年寄りを他の言い方で言うと？お年寄りをおじいちゃんおばあちゃん。違う。老人。まとめて。え？老人？もうちょっと。もうちょっと？もう一声。もう一声って？もうちょっと難しい言い方だ。老人じゃなくて？ご年配。いや、そういうのじゃないんだ。もう少し違う言い方だ。もっと他に年齢の高い人をこういう呼び方で言うだろう。いや、お年寄りってことだね。いや。これのお年寄りを、言い方を変えたら、お年寄りの言い方を変えるんだぞ。お年寄りを他に言い表す言葉は何だ？適当な言い方じゃないんだぞ。老人じゃないんだよね。うん、老人ではない。聞いたことない。じゃあ、ロボママが頑張るしかないな。年配でも年寄りでも老人でもない。お年寄り、もう少し丁寧な言い方かな。お父さんか。お年配じゃないよ。お年配ではない。またニュアンスが違うんだな。おじいさん、ばあさん。少子？え？少子？少子？高齢夜行列車。夜行列車。夜行列車。近いね。正解、夜行列車です。わかるかな、わたるくん。わかんない。お年寄りのことを高齢者と呼ぶだろ。知らない。え、高齢者って聞いたことないかな。聞いたことない。そうか。いや、高齢者、夜行列車が正解です。夜行列車知らないのか。じゃあ次いきますよ。第3問。と繰り返し言っている野菜ってなんだ。と繰り返し言っている野菜。和音のんだよ。めっちゃ嬉しそう。野菜ですよ、野菜。君は食べれるのかな、それを。食べれない、怖い。野菜。繰り返し。そうだ、繰り返しだ。リプレイ。そういうことだ。言い方を変えるんだ、こういう時は大抵な。リプレイ、繰り返し。野菜だぞ、野菜。君たちも食べたことあるはずだ。うんが最後に使うじゃん。大根。そういうことだ。仲間だ。仲間？何々、うんや。繰り返し、うん。繰り返し、うん。繰り返し言うことを何という？繰り返し発言すること。人参。まあ、野菜から考えてもいいぞ。人参。他にも？レンコ。レンコン。レンコンや。レンコ。レンコする。繰り返す。わかるかな、わたるくん。レンコする。知らないよ。レンコって何？繰り返し言うことをレンコと言うんだ。知らない。正解は、レンコンだ。知らない。もう5問なんじゃない？え、俺、惜しいやつじゃん。あと、2問です。そんなにあった？大根も惜しい。惜しかったんだ、たけるくん。じゃあ、行くぞ。あと2問。4問。お店でパスタとピザを食べていました、はい、途中喉が渇いたのでお水をくださいと言ってお水をもらいました。ところでこのお店がある国はどこでしょうか。え、ウォーター。外国。国の名前を言ってください。なぜですか？じゃあ国名と理由を答えてください。もう一度言ってくれます？お店でパスタとピザを食べていました。
途中喉が渇いたのでお水をくださいと言ってお水をもらいました。ところでこのお店がある国はどこでしょうか。サイゼリアやって。サイゼリア正解。サイゼリアって。サイゼリアです。国じゃないか。え、ほんまに違う。はい、じゃあ6問は答えは日本です。なぜですか。お水をくださいって日本語やん。ん、え、お水をくださいって言うてお水もらったの。そうです。日本語やから。海外でもお水をくださいってお水をくれるところはあるんじゃないですか。え、日本語で。そうです。タイ。はい、正解。最低最低。ほんま信じない。正解です。お水をくださいと日本語で言ったので日本のお店でございます。じゃあいよいよ次は第5問です。よし、これで出られます。これノーヒントでいけるかな。ノーヒント。いきます。男性用は4つ、女性用は3つ、新しくても穴が開いている、これは何。服。ノーコメントだ。穴が開いてないと使えないんだ。これはパンツ。ん、パンツ。なんで4つなんだ。パンツ、男の子は4つ穴開いてるの。いや、開いてる。トビルのやつ4つ穴開いてる。開いてない。理由そうじゃ、あのパンツ4つ穴開いてないで。開いてない。うん、はい、正解。パンツです。正解はパンツです。タケルちゃん惜しかったな。服って言われたからちょっとドキッとした。それでは鍵を開けてやろう。はい。あ、僕ありがとうございます。鍵開きます。超簡単ですな。じゃあ鍵持ってたの、やっぱり。それ、増えじゃなかった。おぉ。じゃあ、出てください。ちょっと狭い狭い狭い。ええ。よいしょ。では、よかった。次はまたどこかに閉じ込めてやろうかな。はい。おい。さようなら。はい、これで終わりたいと思います。画面の動画を押して